こちらは動画制作者です。地域差があり、お隣同士永遠のライバルが繰り広げる日本一低レベルな戦い、群馬と栃木のお隣劇場。群馬にまた新しい道の駅ができそうなんでしょ？お、よく知ってますね。ニュースでちょろっと聞いてさ。おや、君も群馬に興味出てきた？どこにできるん？虫かい。それは群馬の西、安中市。安中市ですか。群馬の中で道の駅がない市町村だったのさ。それがついにって感じね。ワクワクは止まらないよね。どんな感じになりそうなの？これが道の駅の基本理念だ。駅がつなぐ、道がつなぐ、薄い峠交流ステーション。さらにワクワクするでしょ。ちょっと詳細が気になる。場所は JR 横川駅の近くとなっている。鉄道駅の近くに道の駅。案としては駅側に単独に作る案か、隣にある鉄道文化村と一体化しちゃう案。ほほー、こっちのが面白そう。ちなみに一体化案だと道の駅からトロッコ電車に乗れたり、文化村に入場もできちゃうとか。絶対こっちじゃん。完成予定は2027年度以降。さすがにまだまだ先ですよね。今後の続報に注目だ。横川と言ったら峠の釜飯も食べたいな。駅の売店で買えますぞ。いいじゃん。駅前には本店があるし。おお、こっちもいい。ちょい離れたところにもう一店舗あるし。そっちにも？さらに近くのサービスエリアでも売ってます。いや、多すぎ。栃木県の市町村で一番人口が減ってるのはどこ？え、そこ気になります？気になるじゃない。どんなことに興味湧いてるのさ。人口がピークだったのが2005年とのことなので、その年の8月で比べてみた。約20年前ってことか。2005年時点で合併前の自治体があるんだけど、それは合併後の自治体に足してあります。それで今と帳尻合わせるのね。とりあえず実はひっそり増えた自治体。おお、人数は少ないけどすげえ。桜市が意外でしたな。宇都宮はなんとなくわかるけど。それではあまり減ってない自治体から発表します。気になる。それぞれ人口の規模が違うから減少した割合で並べてますぞ。減少率が一桁やるじゃん。那須塩原市は実はすごい。10万人いるのに減少数も少ない。ついでこの自治体の皆様です。1割しか減ってないとはいえ、1万2万減ってるのはビビるよね。ほんとほんと。こっちがまあまあ減ってる自治体。足利市が結構目立つな。足利は2005年では県内2位だったけど、今は4位になってるのか。そして結構減っちゃってる自治体だ。いやー、3割も減ってるの？もともと少なめなのにね。これは恐ろしい。ま、こんな感じでしたよ。人口減少がさらに実感できましたな。だから群馬の人口半分くれ。くれ？いやー、今年の夏も暑かったね。そういえば毎年夏になると暑い館林ってよく聞いたけど、最近聞かないよね。そうですか。あ、2018年に観測所を移動したのか。調べるの早いな。ずる林って言われてたのか。そんなことないです。ちゃんと館林は今も暑いです。本当に？じゃあ群馬の中で暑いと言われるこの3つの市と比べてみますか。お、いいですね。まず7月8月の平均最高気温。うひゃー、マジで暑かったんだな。隣にそれぞれの月の順位を載せときます。4つの市の中での順位ね。館林はおや。次、7月8月の中で最も高かった日にちと気温。おお、7月は館林1位じゃん。8月だって 0.1 しか差がないですぞ。てか7月は全部同じ日なのか。最後、7月8月の1日通しての平均気温。これも8月が館林1位。朝も夜も暑かったってことですな。地味に伊勢崎すごいな。で、さっきの順位を独自にポイント化して合計の点数を出すと、どうだったどうだった？なんと館林が1位タイ。おお、館林熱いじゃん。これでずる林なんて変な名前を付けさせないぜ。いやー、これは驚きましたよ。でしょ。よし、これからは厚林と呼ぼう。いや、普通に館林と呼べ。
最近高速道路のスマートインター増えたよね。確かに栃木県でも開始予定のスマートインターがいくつかあるんだよ。どこどこ。現在栃木県内ではこの3つのスマートインターがオープン予定。おお、3つもあるのか。まずは2025年度開始予定の大谷スマートインター。大谷パーキングが近いのか。そこにスマートインターがないからね。ここにできるとどんないいことがあるん。大谷の観光地に行きやすくなります。大谷資料館に観音様、いいじゃん。続いて2025年度末以降開始予定の下野スマートインター。以降ってまだかかりそうなのか。工事は進んでるんだけどね。でこちらはできるとどういいんだい。周辺の工業団地などにアクセスしやすい。そっか、観光だけじゃないもんな。最後は2028年度開始予定の足利スマートインター。あら、ほぼ群馬。足利インターが市街地から離れてるから助かる。でも大滝流インターが近いけどここにできるとどうなるん。市街地へのアクセスが良くなったり西側市民が高速に乗りやすくなる。住民の人も助かるわけか。いやー、今後が楽しみですな。群馬にもそういうのあるのかな。あ、一応群馬の館林に気になるスマートインター候補があったよ。気になる？どういうこと？館林北スマートインター、ここら辺を検討。おお、目的が気になる。NHK の朝ドラ見てたりする？なかなか見る時間がないんだよな。1961年から始まって2024年後期までで111作品ある。めちゃくちゃ多いな。1年で2作品ってすごいよね。あ、前期後期で制作が違うのか。で、あれ作品によって各都道府県が舞台になってるじゃない。確かにそうですね。ここで各都道府県舞台地になった回数を調べてみた。お、群馬栃木はどうでした？まずは上位の皆さん。やっぱり東京大阪か。一作品で複数の舞台地があるものはそれぞれ1回としてます。はいはい。そして3回舞台地になった県の皆さん。比較的西日本が多めだ。東日本は大体東京説あるな。確かに。こっちが2回舞台地になった県。ここは多いですな。大体が2回っぽいね。時に群馬栃木がないんですけど。ということで我々は1回だけでした。いや、少ないな。そうなんですよ。NHK め、もっと群馬を使ってください。その貴重な1回の作品ね。まあまあ昔だったのか。近くても19年前です。そろそろ新しいのが欲しいぞ。まあ今後に期待ってやつですな。ちょっと2025年は群馬でやってってお願いしてくる。あ、2025年はもう決まってますよ。いや早いな。